こんばんは。もうなんかとんかつの上にあの焼肉乗せたみたいなミーティングになってますよね今日。そうです。ちょっと濃くないですかね。ちょっと濃いです。大丈夫ですかね。大丈夫ですか。お休みの方はお休みいただいて結構ですけどね。大丈夫ですか。いやいやいや。じゃあはい、ちょっと僕の時間短いので、うん、最初に核心の質問から入っちゃいます。もういきなり始まるわけね。いきなり始まっちゃった。まだ頭回ってないんですけど、ね、回ってないところで最初に核心の質問入っちゃいますか。はい。大体会場の人が、うん、まあ、一番多いのが、まあ、グループ人数が0から10人いないぐらいの人が、うん、まあ、大体多いんだけ ど、 なるほど、まずその前提の上に、うん、その人たちが匠さんにもう絶対に来会計ハワイに行きたいと、ファンダーズになりたいと、なりたいと、もう10人いるかいないかぐらいの人たちが絶対に行きたいんですけど、うん、もう何でもするし言われたこと必ずするので俺に教えろと、やり方教えろよって言われた場合に何て言いますか。いきなりいいですかこれ。もう多分その質問だけしたら今日基本的にいいと思うので。そうなんだね、はい、誰がこのアムエっていうのはそのストレスがないって言ったんでしょうかね。実際ストレスあるよね、傷つくよねこの仕事って、はい、差別の目で初めて見られる経験をすると思うの人生で、でこういう気持ちになるんだって思った時に僕まず自分の中で差別で見てることってないかなってまず反省した、うんうん、こんな気持ちにさせてしまってないかなって思った、うんうん、まずね、で、まあ、タフであることですよね、うんうん、タフじゃなかったらどう考えてもファンタジーにはなれないし、うんうん、逆にタフであるがゆえに経験できる経験を持ってない人が、うん、お金持ちになっちゃえば危ないよね、うん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 、そんなん子供がナイフで遊んでるみたいな感じじゃない。、はい、だから世の中は等価交換なので、うん、等しい価値のものを交換するわけじゃないですか、はいはい、ハワイに行けたり、うん、お金をいただくだけではなく、うんうん、こうやって安定してやってくるんだっていう安心ももらえるわけよね、うんうん、それだけの投下を交換しないといけないので、うんうん、覚悟はいるよね、うんうん、それはどんな覚悟かというと、うん、どんな苦労も耐えてみせますぐらいの覚悟がいるし、へこたれちゃダメだよね、うんうん、へこたれる人ダメね。もう一人自分みたいな人いてほしくない、はい、ああいいですね。どう、自分のグループに自分みたいな人いたら嬉しいと思う人。オーケー。その人雇うのにいくら払える。いくら1ヶ月に払える。自分と同じように動いてくれる人雇うのにいくら払える。30万払える、うんうん、30万払えるんだったら30万稼いできよるね、うん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 、いやもう5万以上あこの人に払いたくないですって言ってるあなたがファンダーズ DD になりたいわけだから、うん、ファンダーズ DD 分払いたいあなたがいたらどう、うん、ファンダーズ DD になるよね、はい、ほら、はい、費用対効果じゃない、等価交換じゃないね。なのでそうね、うん、人生の中で一番頑張ったものは僕はアムウェイだったんですよね、うん、その前は陸上競技をやっていて、それが一番頑張ったこと、要は僕の人生の支えになったものなんです。陸上であそこまでやったんやから俺はいけるわこう思ってたわけ、うん、高校時代ランキングトップ10、うん、社会人に入ってトップ30入ってあと29人でオリンピックかこう思ってたよね。だけどアムウェイと出会ってその自分ではアムウェイの中では成功できなくてちょっと本気になりましたよね。なので人生の中を振り返ると一番頑張ったのはアムウェイで、今またいろんなことにチャレンジしてるけどその心の支えになってるのはアムウェイを頑張っている山崎匠なわけ、うんうん、ということは皆さんの人生を支える収入だけじゃないんですよね、うんうん、皆さんの人生を支える大柱を作っていくってことですもんね、うん、経験というね。例えば、うん、目指さなかったら出会えない仲間っているのよ、はい、ぼーっとしてたら隣に座っててねとかないわけ、うんうん、目指さなかったら体験できない出来事ってあって、うん、僕のぼーっとしてた時の話聞いてくれるって誰も聞きたくないよね。、はいはい、
僕が本気でチャレンジした時の話聞いてくれるっつって言った時、どんな体験してきたのその時ってなるわな、うん、となると実は収入と安心だけじゃなくて、あなたが語りたくなる過去、これを何と呼ぶかというと人生って呼ぶわけよね、うんうんうん、これをも手に入れようと今してるんだよね、うんうん、なので何を手に入れようとしてるのかが明確になってくると、うんうん、もうやっぱり努力より勝るものは夢中になる心だと思うの、うんうん、夢中になる心を引きずり出すことができたら、うんまあ、皆さん自分の人生を振り返っていただくと分かるように、あの時夢中だったなって瞬間あるじゃない、うんうん、ほら形づけてくれたじゃない過去のあなたが、それと同じような未来のあなたに出会うことができるんじゃないかな、うんうん、はい、じゃあ今の話をちょっと僕なりに理解すると、うんうん、まずはその覚悟、もうとにかく10日交換だから、うんうん、ファンダーズ DD つって500万一生取り続けるような形にするだけの努力をする覚悟が一つ重要だっていうのと、うん、そうだよね、だって今10人ぐらいしかいないわけでしょ、今10人いるかいないかっていう人でも来年ハワイに行きたいって多分アップナイト約束してる人いっぱいいると思うんですよ。でその時に何をしたらいいんだろうっていうので、まず匠さんからもうとりあえずその覚悟あるのかっていうメッセージを今もらったのと、ねうん、ちょっと一個聞いていいですか、うん、9月にパンと今日のテーマはファンダーズだからずっと入り続けるっていうのの例としてファンダーズって言葉を使ってるだけなんですけど、はいはいはい、まあ、あえてそのファンダーズ DD ハワイっていうものを視野に入れた時に、うん、8月要は9月スタート1日、8月31日までに、うん、例えば、2つ、1つグループの形はこんな風にしてた方がいいとか、フロントはこんな風になってないと無理だとか、これぐらいのここを意識しろってグループに伝えるとしたら、形としてはここをこれぐらいの形にしとかないと無理だよねとかいうことってあるんですか、ファンダーズ DD は。多分だけど、はい、今の段階って3万点から6万点がベースポイントだよね、きっと。何もしなくても上がってくる点数が3万点から6万点でしょ、その人数だったら、はい、となってくるとほぼほぼ140万点ぐらい上げないといけないんだもんね。そうですね、ベース以外で、もう、はい、もう今想像しただけで嫌だなって思ったもんね俺、はい、もうあなたがフロントだったら悩むよ俺、ね、それで行きたいって言うんでしょ、もうそれでもう何でもしますって言って、何でもします何でもしますって言ってます。まず、うん、まあ8月、もう今月も終わるので、あと1ヶ月ちょっとですね、8月と9月の2ヶ月で10人増加しないとダメね、合わせてってことですね、合わせて、しかも後半に増加してるんだったら仕事が間に合わないから、8月これ神のような動きをする必要があるよね、私のことを透明な集中力と呼んでぐらいの、なんすかそれ、もうしめーみたいな、なんか今通ってったよねこの街にあいつは3人いるんじゃないかぐらいのそれぐらいですよね、行かないと、だからできれば8月に7人増加、うんうん、そして9月の頭に3人増加で一貫、うんうん、それでも間に合わんよな、でもそれぐらいか、うん、そうだね、ペースとしてはだからこの8、9ぐらいで10から、まあ、できたら20近くまで増えるぐらいの、うん、もうスピード感ある動きでギリギリってことですよ ね、ギリギリだから8、9の2ヶ月で10人増加させて、うんうん、で10月はもう少なからずも10人弱は毎月増加していかないとダメなのね、ああファンダーズになる場合はなろうと思ったら、はい、7人はいるわ絶対、うんうんうん、10月しかも後半じゃなくて頭に、うんうんうん、となると、うんうんうん、大体さ1人の人サインするのに1ヶ月に4回ぐらい会わない、うん、うん、はいはいはい、冷めてるカップルより盛り上がってるからそうですね、週に1回は会ってるって感じですね、週1付き合いだしたカップルぐらい盛り上がってるじゃん、あもう今日いつ会える、いつ会える、やっと水曜日会えるねみたいなねぐらいこうちょっとせっかちなカップルぐらい会ってるよね、そうすると1人だいたい4回ぐらいパン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 と会っていく中でチームができていくとすると、うん、それを月にまあ5人10人って増やすとするならば、うん、10×4 だから40アポぐらいは軽くこなしていくっていう、うん、少なくともっていう感じですね、まあ、でもある時間全部でしょ、うん、もう当てられる時間全部じゃない、うんうん、ね、だって僕は思うんだけど3時間しか動けない人が2時間やるより1時間しか動けない人が1時間動いた方が伝わる、アムエは、うんうんうん、
そこまず重要ね、うんうんうん、だって1時間しか動けない人がグループにさ25人いるとさ、うん、25時間っていう要は物理的に存在しない時間を作れることができるから、うん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 、このビジネスってすごいわけじゃない、うんうん、だからまず自分の中のコミットメントとして使えるものは使う、うん、使うための時間のことは使う、うん、そしてアポイントをこなしていくっていうことをやるから人が動き出すよね。で、まあ、7人増やそうと思ったら3人増やすことができる自分と1人増やすことができる4人が必要だよね、うんうん、要は1人で増やすことはできないと思うのね、うんうんうん、だから3人増やすことができる自分と1人増やすことができる4人自分合わせて5人のキャストだよね、うんうんうん、だから水戸黄門賀来さん助さん八兵衛弥七これで取れるよね。だいたい SP150 万点いく時の弥七はだいたい自分の反対してたお母さんがなったりするわけ。私ワームウェイは反対よ、でもそうも頑張ってのあなたを見たらもう心が動くわと、おばちゃんとこ行ってナブ打ってきてあげるみたいな感じでナベボとお母ちゃんが出動みたいなね、うん、こう月末になるとパンシュ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 って出てくるよね母が弥七だったかみたいなね。水戸君も知らないね、パチンコ台だと思ってる人いるかもしれないよね。あの匠さん、うん、水戸黄門がいて、はい、賀来さん、助さん、弥七とあと誰でもいいんですよね、別に八兵衛です、ね、八兵衛ですね、八兵衛八兵衛っていうのは毎回ミーティングに来てるけど、はい、買い物しない人なんだよ。分かりました。いるでしょ。でも八兵衛を切っちゃうと、はい、弥七が八兵衛になっちゃうんだよね、はい、弥七どうしたみたいな、お前なんか八兵衛みたいになってんじゃないかっつって、はい、でまたそれ切ると今度は助さんがあの八兵衛みたいになっちゃうんだよね。だから必要悪っていうかその、はい、いや、はい、絶対必要なのそういう人って。八兵衛みんなの心を支えてるの実は八兵衛がね。俺が八兵衛だって思ってる人ごめんね。それ差別の心だよね。でも事実なんだよね。そうそう、はい、あの8月の終わりぐらいで9月からスタートするときにキャストとしては、はい、月に7人ぐらいは最低でも増えていかなきゃいけないので、うん、本当は10人がいいんだよ。10人がいいんですよね。だけどできるところと思うと7っていうのを言ってんのね、はいはい、なので、まあ、自分が3人増やす各、うん、月にですよね、月に3人は増やせて、ね、まあ、4系列ぐらいが1人ずつぐらいは最低増やせるようなキャスティングができたら、うんうん、もしかしたら9月から狙えるかもしれないという話なんですか、うんうん、間に合うかもしれないかもしれないと、ね、雨にできないことはなくて間に合わないことだらけなわけ、はい、で間に合わないものを間に合わすには早めに動き出していくってことね。で自分が早めに動き出していくと人は焦らせなくていいわけ、うん、だけど自分の出が遅いと人は焦らすことになるので、はいはい、思いやりがあるんだったら早く動くってことだよね、うんうんうん、そして仕事量がある一定量を超えなかったらならないんだから人に、うん、あの何負担をかけたくないんだったら自分がたくさん動くっていうことだよね、うんうん、というごく単純分かりやすいことだと思うんだ。で150万点せんべいっていうのがあって、はい、この150万点せんべいを1ヶ月の間に食べないといけないわけよ、はい、でそれがバキッとあって60万点食ってくれっつって60万点かみたいなうんうんうんってわけなで間に合わねえよ間に合わねえよとか言って食べて間に合ったとしてもごめんもう今月は食えねえってなると次の月いけないから、うん、だからなるべくやっぱり36万点せんべいにしてくれみたいなね、うん、それもお前一人で食わなくていいから9万点ずつ割れみたいな感じわかる、うん、みんなで食えみたいな感じだよね、うん、これ大切なんじゃない。でたくさん食べさせたら来月食えないからね。深い。一人でこんなに食えないからなるべくたくさんの人でちょっとずつ食えるようなキャスティングがいるってことですよね、うん、であのこの人たちはどれぐらいのレベルになってればいいですか。そのイメージとしてはだから一人スポンサリングそれぞれが、うん、つまり自分でマーケができてデモができて匠さんに合わすアップラインの水戸黄門に合わすことができるぐらいの感じにまでなってればいいですかね、うん、8月の終わりぐらいだとマーケティングプランの練習した方がいいよね、うん、少なからずマーケティングプランってだいたい5回聞くと5回が解けるわけで10回聞くと10分かってきて話してみると分かってない自分と出会うよね。うん、あれなんで俺が計算すると上が儲かるんだろうって分かったりしない10回目でですか。すごいです。あれ分かってないじゃんみたいで説明して初めて、はい、やっぱりすげえなこれってなってくるわけ、うんうんうん、でも友達は眠そうっていう過去のあなたとご対面なわけよね、うん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 、ああ説明してる人ってこういう気持ちになっちゃうんだみたいなね、うんうん、あの時の俺いろんな人を傷つけてきたんだなみたいな
形になってるわけだと思うので、でも自分の理解は相当進むよね、はい、間違いなくマーケティングプラン喋ってる人はテンションが下がってこないはずなの、うん、なので、うん、まあ、そうやって始めていくしかないわな。今だともうリーダーの人が全部マーケティング部を話すから、うん、僕のところに連れてきて全部僕が話すからみたいなタイプのアムエも結構あるじゃないですか、うん、で匠さんはどっちにしてますか、こうグループの子に、まだ下手くそな時期から自分でやってごらんっていうのか、僕のところ連れてくればいいよっていうような感じのアムエか、まあ両方あると思うんです、うん、ケースバイケースだと思うんですけど、僕はもうパリに住んでるので自分でやってもらうしかないんだよね、うん、あ、そうですよね、うん、だから気をつけてるのは、傷ついて帰ってきて瀕死状態の人工呼吸する仕事が多いわね、だからその寝たらしいねみたいな感じですよ僕が代わりに現場に出れないからねDD の子たちはどうしてるんですか、匠グループの。いや、僕は方向付けしてないんだよね。あえてこういう方がいいっていうことは一言も言わない。うちのグループで今ダイアカウントしてる森田とか言うんだけど、匠、はいはい、さんこういう時どうやってやったらいいですかって言うから、うんうん、お前の思いにやってみなって、うん、僕は分かるの、うん、こういうのやったらうまくいくんじゃないかなっていう方法が、うんうんうん、だけど、うん、29年もやってるからさ、うん、手慣れた方法なわけ、うん、もしかすると森田がやろうとしてるのが最新のアメかもしれないと思ってるわけ。あ、はいはい、今日初めて聞いてなんでこういうのやらないんだろうなと思ってる人いるでしょ、はいはい、もしかするとあなたが日本アメを変える可能性があるの、うん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 、やってみなって僕は思うけどね、試してみたらいい。あ、やっぱり古い人たちがやってるやり方がなんかこれの場合はいいんだなとか、うんうん、あ、私がやった方がこうなんかうまくいくんだけどってことになるかもしれないので、うんうん、僕はなんか新たなるなんか新しいアメの誕生っていうのを目をつみたくないなっていう気持ちはあるんだよね。もう匠さんとしてはもうこっちの方がいいのにって自分では思うんだけど、うん、もしかしたら自分を超えるようなやり方かもしれないっていう可能性さえ見てるってこと。いや、あると思うよ。僕らに見えないもの、うん、始めたばっかりの人は見えてると思うの。だから積みたくないな、それはな。もうやったらいいと思う、うん、経験したらいいと思う、はい、うん、だってゼロからやってくる喜び奪いたくないんだけどね。面白いのよ、その、うん、システム抜刀しながら苦しむでしょこの仕事、うんうん、もう帰りに藁人形セット買って帰ろうかなと思う時もあるよなありますね、はい、もう釘打っちゃうからみたいなね打っちゃうから あるよね、腹立つ時ない、もうテーブルの下でグーなってるよねチーみたいな気持ちになる時はそこまでなってますかね。あるよ、僕マーケティングプランやってる時に、うんうん、タク真剣に喋ってるって言って耳に指入れられたことあるよ僕トリプルダイヤだよ高校の同級生に指入れられてカチンときたんだけど、うん、グッと押さえて、うん、いややばい飲もうっつって、うん、もうやめたの雨途中で喋るの。へ、でもあれ我慢して喋ってたら一系列になってたかも分かんないしな、うんうん、あの時代にイフがないように人生でもイフはないよね、うん、あでもそういうクッと思う時 あったよ、うん、ちなみに人前で2回しゃくって泣いたことがあるよ、悔しくて、うん、悔しくて悔しくてしゃくって泣いちゃった、うん、だけど、うん、それでも罵声は止まらずにみんなに言われてさ、まあ、陸上部辞める時だの、うん、雨スタートして2ヶ月目に陸上部辞めたのね。そんだけ頑張ってた陸上部、うん、時にタク辞めるらしいからさっつってみんなでちょっとエンジン組んで話そうぜっつって囲まれて、で僕は何今までよく頑張ってきたね、次新しいところで頑張りな、タクは陸上であんなに頑張れたんだからそちらでも頑張れるよって本当に言われると思ってたの、うんうん、だって一緒に泣いて頑張って優勝旗でビール入れて泣いてさ、うん、僕は広島大学っていうところ行ってたんだけど、広島高等師範学校だよね、昔の広島講師の山男っていう歌があって、それを肩組んで一緒に泣いた仲間なの、うん、でそしたらさ、結局お前目が金にくらんだんだろみたいな、うん、いえ1959年って説明しそうになってたもんねでも何も分かんない外から見た人たちにバトンされた、もう、まあ、くらったわけ、うん、悔しくて芝生に握ってしゃくって泣いて、最後の最後に今日みんなが俺に言ったこと一生忘れんなよっつって、一生かけて何が起きたかを俺は証明するから、なんだよそんな言い方、まだ上に乗せられて言われてさ、うん、でもね言った人って覚えてないの。タクは昔から成功すると思ってたとか
言われた方はきっちり覚えてるからね、うん、誰がどういう表情で言ったかまで、うん、ねえ、だけどこれも宝だし名場面だよね、うん、映画で言うと、うん、みんなが達成してハワイで写真撮るのも名場面だし、達成ラリーで仲間と泣いてるのも名場面だけど、このシーンも名場面じゃない、うん、ね、はい、うん、なのである一定の経験値は過ごしていくっていうことだと思うんですよね、うん、まあ、具体的に言うとまずこれですよね、人数が増える、はいはい、あと点数が出せる、うん、あと意識を上げれるっていうことだと思うんだけど、それをこの後のミーティングの方でしゃべるね、意識の方ですね、うん、人数が増える、点数が出せる、意識を上げる、この3つが大切なんですよね、うん、ファンダ匠さん少なくとも20人ぐらいが目の前でファンダーズリーディーになってくるじゃん、要はファンダーズ安定して収入を取る人が20人ぐらい出てくるんですけど、うんうん、この人たちって最初からはあいけそうだなって人だったんですか、それとも信じられない人が超かっこよくなってきたパターンっていうのもあるんですか、いろいろあるんですか、うん、20人いると それも世界会議でよく出るテーマで、はい、そのダイヤモンドは探して見つけるのか育てるのかっていう、はい、で要はどちらでもない現れるのだという話なんだけど、現れるものよくアーティストの世界でよく言うのはね、その石像を掘ってこう中から仏像を作るときにね、はい、もう石の中にいらっしゃるっていう言い方するの、うん、もういらっしゃるその仏像を掘らせていただくっていう言い方をよく彫刻家の人たちがよくするのね、うん、で実はうちのグループ今4系列がニューダイヤで今カウントしてるんだけど、うん、彼らはダイヤになっていくわけ、どんどん会うたびに顔も変わってくるしスピーチも変わってくるし、こう本当にダイヤになっていくんだなと思うわけ、うんうん、なんだけどもともとこいつの中にいたんじゃないのかって最近思うわけ、うん、あなたの中にダイヤはいるよ、うんうん、おるおる、うん、それを経験っていうのみで掘り出していくんだと思うの、うんうん、そしてそのダイヤモンドの仏像の中にもクラン・バサダーという仏像がいるわけ、それを経験っていうのみで掘り出していく物語なんだと思う、うん、いたい、うん、僕は信じたい、うん、僕はもともと学校の先生になりたくてね、でアムウェイをやりだし戸惑ったの、学校の先生やりたいのにアムウェイなんかにうつつを抜かしていいのかって、うんうん、本当に自分の人格が人の人格に影響を与えていくような仕事をやろうとしてたのに、うん、お金に目が本当はくらんでるんじゃないかって思ったわけ、まあくらんでたんだけどお金持ちになりたかったもん、うん、だけどそれだけじゃ納得いかなくて、うん、なんで学校の先生やりたいか、自分の人格が人の人格に影響を与えたいから、うん、あアムウェイもそうじゃんって思って同じじゃんと一個俯瞰したら同じジャンルに入ったから頑張れたのね、うん、だけど傷がつくといい子ばっかり探してたの、うんうん、バカばっかりとか言って選別していい子ばっかり探しておー出たナイスとかやってたわけ、うん、あれ俺学校の先生と全く真逆のことやってると思ったの、うん、要はねいい子ってねほっといても勉強できんのよその子たち、うん、要はこのバカばっかりあごめんねこれ入っちゃったら嫌だよねこれこの辺でたまたまの話でたまたまバカばっかりバカばっかりっていう子たちが実は学校の先生をやった時の対象者なの、うんうんうん、で分かったと、うん、アムウェイはナイスな子たちとやろうと、うん、でバカな子たちと一緒に学校の先生やろうって思ったの、うん、寺子屋的に、うん、分かる、なんかサイドビジネスって決めたのこっちを、これメインの仕事って思ってやってったら実はこの人たちが僕の人生を支えてくれた人たちだったの、結構選んじゃってない、うん、選んじゃいます ね選んじゃいます、ジャッジしてるよね、うん、だけど僕はその人たち、まあ、結局サイドビジネスだと思ってるからジャッジしちゃったんだけど、うんうん、その人たちに救われたよね、救われたっていうのはどういうことですか、こう例えばその子たちがボリューム、うん、上がってきたりリピートになってきたりっていう、例えばベースポイントを見た時にさ、うんうん、DD になると四半期に1回誰がいくら購入してるかっていうリストが送られてくるじゃない、はいはい、うん、あれ衝撃的だよね、はい、っつって、うん、こんなにあの人買ってないんだ毎回見るけどみたいないますよね、いますびっくりするよ、ね、はい、かと思えば1回しか会ってないのに、うん、ものすごい買ってる人いるの、不思議な人いますよね、この人は配っておるのではないかと
何を思ってこんなに買ってるんだと、で会いたいんだけどいいですとか言って、いや製品のミーティングだけ出てきませんか、これ来そうじゃない、結構ですって来ないの、なんかヤギをね縛って山の麓に置いといたら次の日やっぱり行ったら食べられてたと、姿は見えないけどきっと何かいるって感じだよねそういう人がグループにいる、グループにいるの何かが起きてる、何かが起きてる必ず7万点ずつ買っている姿は見えないまた今月ヤギが食われてるいや本当誰ものグループに出てくるから、そういう人いるよね、リリー以上の人知ってると思うけど、よく買われるなこの人っていう姿は見せないかって、なのでなんていうの、そういう人たちが助けてくれたってことなんだよね、じゃあちょっとあのポイントも含めてビジネスをこっちでもっていうことなんですけど、今回ちょうどその森田君含めて4人ダイヤモンドになってくるじゃないですか、この子たちは最初どんな感じだ、その掘る前の木の状態だと思うんですけど、あもうダイヤになりそうだなっていう、具体的にこの4人はどうだったんですか、まず森田は会社7社経営する社長、それはすごいですよね、だけど社長のようにアムウェイをやってたの最初からですか、そうやったらうまくいかなかったの、ああそうなんですか、いや部下をまず入れたからね、ああで社長のようにやってたわけ、それがある時アムウェイの人になったの、あこれいくなって思ったの、それ何が違うんですか、あアムウェイの人になったの社長がアムウェイをやってるんじゃなくて、もう肉眼で1キロ離っててもアムウェイの人だと分かる人になっちゃったの、だから竹のピンの高い人たちも、ね、森田君アムウェイの人になったねっつって、本当に普通にダイヤになっていくディストリビューターの人っているじゃん、あの狙ってる人になったの、あれ驚いた、それが一人ね、最初はものすごい仕事ができたけど、まあ、社長目線でやってたのが森田君で、あやりますよ、200万ぐらいの流通を6億すればいいんでしょっていういうトーンの人だった、ね、あ全然いけますねっていう感じだったのが全然うまくいかなかったわけ、だからある時にアムウェイの人になった、それが森田としました、そうね、エメラルドになってしばらくピンが上がらなくてどうしてもダイヤになりたい、なりたいって言って今回はまあなるんだけど、今学んでるって感じかな、今まさに現場を学んでると思うけどね、あともう一人誰だ、E の稽古&横山稽古、10代の時から知っててグループの人の娘さんだったの、お前らが早くな20歳超えたら一緒にできるのになって言ってる間にふっと気づいたらもう大人になってて、忘れてたお前たちがいるなんつってそのグループが安定しちゃったから、しまった忘れてたっつってやろうやろうっつって、で出動早く出てきなさいみたいな感じでスタートしていったのね、で女の子グループだったわけ、でどこまでたっても男が育たなかったんだけど結婚を機に男の子たちが出てきたわけ、これがあの勝因だと思うね、横浜慶の出現っていうのが、だから半分手からこうこぼれてたんだよね、でまあそこは本当にねいろんな系列の人が助けて、まあ、賀来さんなんかもそうなんだけど、あの助けてもらって、まあ、今本当に雨を学んでるね、だからダイヤモンドになろうとしている自分たちが今ダイヤモンドがあと30日で終わろうとするわけでしょ、もし今ご対面としたら、もうちょっと今の間に教えとったるわっていうことがいっぱいあると思うよ、逆に今日のあなたがファンダーズ DD になっていくわけじゃない、の今日のあなたに会ったら何にも分かってないやないかっていうね、ここへ座りなさい今から教えますからみたいな感じで、教えたいことが山盛りあると思うんだけどね、そういうふうになっていくと思うよ、急に若くなったよ、1年で学校の先生の面影が抜けちゃったの、あららららららら、ピンクのジャケット着ちゃったみたいな田舎学校の先生いないですね、田舎の学校の先生ピンクのジャケット着たらちょっと父兄的に大丈夫かっていう問題があるよね、そうやって変わっていったよね、見た目も全て変わっていった、別人になっていた、生きてる間に生まれ変わっちゃった、それはだから最初の頃は、まあ、すごい人もぼさっとした人もいたみたいですけど、ダイヤモンドとかその何かを目指していく過程の中で、まあ、結果的に目指す過程の中で光り輝いてきた人たちってことですか、だから誰でも光り輝くこともできるし、っていう結論でいいんですか、それは
うまくいかない時に諦めちゃってるもんね。諦めちゃってる、うん、諦めちゃってるでしょ、うん、違う、そこが学びなのね、うん、うまくいかないものをどうするかっていうのが学びなわけで、うん、うまくいくことによって学んでるわけじゃないからね、うん、例えば僕はグループの人数が増えなかったの、うん、1ヶ月目40人にマーケティングプランして2人しか入らなかったわけ、うん、だから僕はどうしたら増えるんだっていうのを知りたかったわけ、うん、ね、うん、各グループを呼んで全員に録音するものを持たして、うん、ミーティングのアフターは各テーブルに1人ずつ配置したわけ、うん、ピンの高い人のところへ、うん、で人数が増えるにはどうしたらいいかっていうのを聞けと、うん、そうすると当時はカセットテーブルだから、うん、アフターが終わると7本ぐらいのカセットが集まってくるわけ、はい、各テーブルから、うん、よっしゃっつって一晩聞いて、うん、どうしたら人数が増えるかっていうのを探してたもん。でまたアフターがあると頼むわっつってまたちょっと取材してきてくれ、取材っていう言い方をしてたんだけど、どうしたら人数が増えるか聞いてくれっつって、それを何度も聞いてまとめて、これかな人数が増える方法っつって、まあ4ヶ月でグループが17人になって、うん、で SP 行ったわけ、うん、でその2ヶ月後グループ80人いたもんね。うーん、その4ヶ月後400人いたの。うーん、その1年後2000人いたの。すごい。要はあの時に、うん、要は全クリしたからだよね。人数が増える、だって山崎匠のマーケティングプラン分かりやすいじゃないですか、うん、これなんでかっていうと心の傷がそうさせてるんですよ、うん、なんで増えないのかなっていう心の傷がそうさせてるんですよ、うん、トラウマがこう作ってくれたみたいなね、うんうん、いうところがあるのかな。まあアドラー心理学は トラウマを否定してますけどね、はい、うん、なるほどね。っていうことはですね、うん、こう要は匠さん人増やしたいと思った時に、うん、どうやって増えるかを知りたくて必死だったっていうことですよね。その普通しないですもんね、各テーブルにカセット置いてまで、うん、もう一人の人に聞いて終わらせるような中で、うん、もう知りたくて知りたくてしょうがなかったって。だってこれ克服しなかったらこの仕事成功しないもん、うんうん、これ克服しなかったら成功 しないでしょ。だから藁をもつかむ思いっていうのは溺れかけてる人が藁をつかむわけ、うん、すごくない、うん、沈むでしょつかんでもね。でもそれでもつかむわけ、うん、なんでかって言ったら沈むから、うん、なんとかしようと思うから。普通冷静に考えたらそれじゃあ私の体は支えられませんよと思うんじゃないの、うん、藁をもつかむ思いというのはそういうことですよね、うんうん、なんか技術とかじゃなくてそのテーブル1個ずつにカセットテープを置いてる匠さんのなんかその思いが伝わってきますよね。なんかどんな思いで置いてたんだろうって想像すると、うん、もうとにかく知りたくて、とにかく増やしたくて、ちくしょうちくしょうって感じよ、ちくしょうっていう、なんでうまくいかないんだちくしょうって常に思ってた。そうだ、うん、もうノウハウじゃないですよねそこはね。もうでも成功技術にしたかったの、うん、要は成功が成功者だけのものであり続ける限り、うん、面白くないじゃない、うんうん、成功が技術になるとこれコピーができるよね、うん、成功技術にしたかったの、うん、誰もが正しく学べば成功できるよって言ってるでしょ、うん、そうしたかったのアメを本当に。なんていうの、そうやって言うと入るかなと思って言ってんじゃなくて、だから今から頑張っていく人も一緒に頑張って本当にアムウェイを成功技術にしたビジネスにしようじゃないですか。したくない。アムウェイは本当に志があったら成功できるんだよって言ってるよね。本当に成功できる仕事に仕立て上げたくない。だから探してるの、今でも探してるよね、うん、もっとうまくいく方法があるんじゃないか、もっと効率の高いものがあるんじゃないかって思っているんだよね。今でも学び続けられる大きな理由はそれなんだよね。言った言葉を本当に叶えていって、なんか進化、神化していきたい、うん、アムウェイという業界をなったらすごくない、うん、それを僕たちが今道を作ってるってことだもんね。そう、もう始めたばっかりからそんな感覚があったんですか。陸上もそうだったの、うん、陸上の時もこれやったろ勝てるぞっつって、うん、なんていうの、うん、見つけたぞ新しいメソッドみたいな感じで、うん、言うね他の学校のやつにと言ってやってましたよね、うん、うん、
わかりました。ちょっともう時間なので、時間がないね。QA はこれで一回終わらせていただきたいと思います、はいはい、ではこのまま匠さんにスピーチしていただこうと思います。山崎匠ファンダーズクラブアンバサダーです。皆さん盛大な拍手をよろしくお願いします。これ喋りたい内容がちょうど今喋っていただいたもので、僕の古典的な LM があってですね、骨と肉と心っていうLM があってね、骨っていうのは骨組みなので人数なんです。こうグループができていくっていう骨ができてる感じで、それに肉が巻いてきて点数ね、そのグループはあるんだけど点が上がらないんですって、なんか骸骨っぽいじゃん、なんかわかるこう肉が。でもそれだけだったらまだ形づいてなくて、心が備わって初めて人になるでしょ。でこれが意識ね、意識で、どうしたら人数が増えるんだ、どうしたら点数が上がるんだ、どうしたらやる気の人が出るんだ、この3つよね。アームウェイ3000年の悩みって言われてる、そのこれさえ克服したらこの仕事は全クリできると、コンプリートできるというものだと思ってるわけ。まず一つずつ言ってみよう。どうしたら人が増えるか。まず人ね、何が現場で起きてるかっていうと、これはあなた、アムエいいんですよ、友達、俺はそういうのは嫌だと、こういう状態になってるわけよね。で、あなたの頭の中にあるアムエと友達の頭の中にあるアムエが違うんだよね。すごくいいんだよって言ってるけど、もうご勘弁を、こうなるわけよね。だって使ってみるだけでもいいじゃんって、こうやって誘うんだみたいな形で全く相反した形になってて、お前そんなことやってたら友達なくすぞって言われると、そういうんじゃなくて俺はアムエやりだしたから友達増えたんだよねっていう、だったらいいじゃんお前だけのものにしとけばって、どんどん険悪になってくよね。なのでここがイコールじゃない間は戦っちゃダメなの、戦っちゃダメなの、わかる。結局ね、上が儲かってんのって言われるとカチンってこない、収入の逆転っていうのがあるんだけどみたいな気持ちになってこない、ゴングが鳴るよね。ねえお前そんなこと言ってもね、口がうまいやつが成功するわけよって言うと、あやみちゃんだって成功してるなんてこう思うよね。ゴーンってゴングが鳴るよ、鳴っちゃダメなの。その時にロープに逃げる癖、わかる、ロープ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 、戦っちゃダメ、やらなくていいから聞いてって言えるかどうかね。やらなくていいから聞くだけ聞いて、これ神様言葉ね、必ず通用するから。いや俺はやらないから聞かない、いや本当にやらなくていいんだよ、でも聞くだけ聞いてだ、俺は聞いても断るから聞かなくていい、いや何を断ってるかだけ断っていいから聞くだけ聞いて、まあ分かったよ、聞くけどやらねえぞ、これ100点ね、アポイントの取り方として。でプラン喋ったらいいんじゃない、プラン。そうするとここはイコールになるよね。あなんだこれじゃなかったのか、これか、いいのは分かったけど俺はいいや、これで100点ね。こっから戦っていいわけ、やっとあなたの戦っていいフィールドが手に入ったわけですよ。ここからは何やってもいいよね。いや俺さって、例えばなんでアーメンやってるかとか、なんで君に伝えたいか、そして自分がもうすでにアムウェイで手に入れたものは何かっていう話をしたらいいんじゃない。で誰を尊敬してるか、大体この仕事ってさ、人から憧れられたり尊敬されなかったら成功しないよね。あなたのことを尊敬してる人誰、あなたのことを憧れてる人誰、いる、いる、大丈夫、いる。もしいないんだったら即座にあなたを尊敬したりあなたを憧れる人を獲得する方法をお教えします。お前ラーメンおごるから尊敬しろよとかね2杯でどうだとかね、難しいよね。自分が尊敬する人を持ち、その人のことを語ると必ずあなたを尊敬する人が出てくるの。自分が憧れる人を持ち、その人の何に憧れてるかを語ってるとあなたに憧れる人が必ず出てくる。これによってあなたがそれを目指すんだったら俺はお役に立ちたいっていう仲間を獲得することができるのね。お役に立ちたいっていう人を獲得することができる。もう一つはさ、引き上げてもらわないといけないよね。引き上げてもらわないといけないよね。ということはさ、アップラインとかいろんな成功者の人たちに可愛がられないとダメなの。
可愛がれる方法は何かというとね、心の犬の尻尾を振る心の中の犬の尻尾を振る、もう憧れてます好きですっていう心の尻尾が振れる人は可愛い。この尻尾が振れない人はね、可愛くない。うん、それは媚びを売れというのじゃないの。だって野球やってて、野球の憧れる選手の前で、いや一緒にプレーできることが嬉しいんですって心の尻尾振れない人なんて絶対無理じゃんね。心の尻尾振るの可愛いなっつって引き上げてもらえるの。僕、川口忠夫さんっていう方が本当に兄弟ラインなのね。でなんか Q&A の時にさ、なんで山崎匠さんはあんなに早く成功したと川口さんは兄弟ラインでありながら思われますかっつっていう質問で、川口さんがこの子はよう頑張ったと、でもそれ以上に可愛かった、だから何とかしてあげたいと思ったっていう話聞いた時ドキッとしたの。最近の俺可愛くないかもって思ったわけいかんいかんいかんっていう、いかんいかんっていう、可愛くなくなったら誰も引き上げてくれなくなるって思って、ちょっと俺可愛くないな最近つって、もうちょっと可愛くいようって思ってます伝えてるけど伝わらないはダメだと、これ北根さんがこの前言ってたのね。伝わらなければいけない仕事であると。なのでどうしたらいいかというと、伝わる言葉を集めなさいって言ってたよ。いいこと言うよね。やっぱりね、伸びていく人は言葉を持ってる。時代の変わり目には詩人が存在するっていうのね。時代の変わり目には詩人が存在する。例えば尊王攘夷、意味が分からなくても音がかっこよくない？やっぱり尊王攘夷だよねみたいな時代の変わり目には必ず詩人が存在する。だからあなたの人生の変わり目には、あなたは詩人になっているってことなの。要は言葉を持ってるってことなの。人の心を打つ言葉を持ってる。しかしながらアムウェイって難しいよな。なんで難しいかというと、例えば LOC、 人に説明した時にこれは水に流れるとね、海に流れ着くまで川と川の水と二酸化炭素に分解されていく成分解性の高い洗剤なんだぞ、すげえだろって説明した時にキャラに合ってないでしょ。僕は合ってなかったわけ。というか俺がまず燃えるゴミと燃えないゴミ分けないとねみたいな形でこの洗剤を使いたがるキャラじゃなかったわけよね。上げていったよ自分を、 そこのレベルに。アムウェイの台本に合った俳優になっていったわけ生活っていうステージの上でね、人が成功することを お手伝いすることがこのビジネスの成功なんだよね言ってるよね、みんな。だからお前に伝えたいと思ってるんだよねって言った時に、その前に年賀状をよこせよって言われるよね俺のこと友達と思ってねえじゃんっていう、いや、急に最近友達だって思ってるんだよねみたいな形だよねだから普段のお付き合いがアムウェイのビジネスのあのフォーマットに合ってないんだよね。テンプレートの中入れられないわけでしょ。それを自分を変えるしかないよね。思いやりを持って生きていく自分にならないといかんよな。ね、思いやりっていうのはすごいんだよ。ティッシュある？ティッシュ、ティッシュもらっていいですか？ティッシュ、ティッシュもらっていい？あ、大惨事。あ、助けてもらう。あ、ありがとう。じゃあそのまま上がってきてもらっていい？上がってきて。で、ここに肘をついていてもらっていい？で、僕がこれ上げようとするんで上がらないようにここへくっつけてほしいの。いい？あ、力強いね。うっ、ちょっと人を間違えたかも。本当に？ちょっと両手でいくか。じゃあちょっと持ってもらっていい？なんでそんな力強いの？じゃあお願いします。後ろからここから持って。よいしょ。あ、これで上がりました。よかった。もういい？お、これをですね、愛のブランケットを彼女にかけます。これブランケット、ティッシュを乗せるんじゃなくて、愛のブランケットを乗せないと。これね、やってみてくださいっていつもセミナーでやるんだけど。やってみて上が、何かが起きない人は実はティッシュを乗せてるの。意味わかる？愛のブランケットをかけてあげないといけない。わかる？そうすると上がらないようにするのよ。わかる？はい、意味わかってる？大丈夫？大丈夫もう一回ちょっと一回
かるな。今やろうとしてること何か分かってる？力入れてます。じゃあ彼女に大きな拍手をしよう。じゃあもう一回やってみましょう。ね、実はその人に愛をって感じた時に、実はその人の細胞レベルから活性化するんです。で、反対もできます。黒い悪魔のマントをかけることもできます。でもその時は自分にもかかるんです。同じものがかかってるよね。で、実はその活性化する時に肩を触っても活性化しないんです。でもある一箇所を触るとその人の何細胞レベルのパワーが一気に活性化する方法があるのね。でこうやってもらっていいですか。で僕これ押さえるんで伸びないようにしてもらっていいですか。伸びない、いいです、ね、本気でいいです。本気だと俺が筋力的にあ、こういう感じ、わかる、はい、実は二の腕を触るとその人の細胞レベルのパワーが活性化するの。こうやって触るでしょ、ほら、で肩を触るとこれ伸びちゃうでしょ、ほら、わかる、力の入れ方変えてない、変えてないです。だって今上に乗りましたからね。わかる、なので頑張れよってやると自分もその人も下がっちゃうの。で頑張れよってやると上がるの。あ、なんかそう、わかる、なんかわかる、このあ、なんかあ、だ、汗かいてきました。隣の人の何二の腕触っといてください。すごい、全然違う。そうなんですよね。はい、ありがとうございます。いい、ということで、いい、次行くぞ、次行くぞ、学級崩壊してるぞ、学級崩壊。そう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 、それすごい大切なの。実はね、こういうことがどん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 解明されてきてんだよね。面白いなっていう時代になってきた。大学でもこういう、何、新しい、部署が出来上がって、そういうことがどん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 世の中に広がっていく時代が来たんじゃないかなっていうね、思っているんですけど、ですね、伝えてるんだけど伝わらないんです。で、もし諦めていたら今の自分はいないんです。伝わる方法を探してきたんです。そして火のないところから煙を立ててきたんです。いろんな人に伝えてきたよ。新しい人と出会ってなかったり、昔の友達ともう一回会いに行かなかったら、この仕事前に進んでいかないよね。僕、三重県に当時住んでて、アムウェイを伝えたいんだけど、伝える人がいない、こんなんじゃ成功しないと思って、友達が最も使う駅でずっと一日公衆電話を持ったまま立ってたの。当時はさ、携帯電話がないから、でそこへじーっと立ってたらなんかキャッチの人みたいでしょ。ダメだなと思って、この電話さえ持ってたらナチュラルだよね。で、ああどうも、じゃあお久しぶりってやろうと思ったわけ。そしたら誰も通らなかったの、その辺ね。楽みたいな。で、どうしたかっていうとですね、もう帰ろうっていうことで、なんか駅からビューッと車で出たら、なんていうの、なんでこっち向きの一通なんだろうなっつって思うところってあるよね。なんか駅前で、なんかロータリーで。で、ずーっと行って U ターンしないと帰ってこれないの、向こうへ行きたい人は。で、U ターンして帰ってくるときに、その地域の高校が必ず体操服を買うスポーツ店ってない？僕はそこで陸上用のスパイクを買ってたわけ。そこの前ビューッと通った時に、こうなんかね、店の前で女の子がジャージ姿でこうかがんでたわけ。あの尻は知っているぞと思ったわけ。あれは宇治山田商業高校の投擲の女の子の絶対お尻だと思うわけ。だけど名前が分かんないの、もうその形で分かるわけ。でも名前が分かんないので、あの子のお父さんは伊勢高校の陸上部の監督だったはずだから、うちの妹習ってるはずだって言って、すぐ電話して、おい、お前のところのさ、陸上部の監督の先生名前言って、違う違う、それ吉川だ、分かったっつって、すぐ
まあ、スポーツ店に電話して、すいません吉川さんいらっしゃいますか、はい少々お待ちください、やっぱりねって出てきたわけ、はいって言って、ねえ久しぶり、誰だと思うんですね、わかんない、わかんないって言ってるのね、山崎匠ですって、うーわ久しぶりってなったわけ、いや今さ給油所の前通ったらさお前がいたからさびっくりして今電話したんだよねって言って、今日ちょっと仕事終わったらお茶行こうよって言ったら、え匠に会うとアムへ誘われるって噂よって言うから聞きたいって聞いたの、聞きたいって言ったら聞きたくないよ、じゃあお茶行こうよって、誘わないでよっつって、まあ待ち合わせ、あ久しぶり、座って座って、ねアムってプランは聞いたことあんの、でっつってさ誘ってるじゃんって、誘ってないけど違うの、何をお前は断ってんのって、だからアムへって、だからアムへの何を断って、聞いたことはないわ、だから断ってる相手が分かんないわけでしょって、やんなくていいから聞いてごらん1959年って説明書のそしたら、ねこれ断る人いるのって、でしょっつって、私のじゃあメンバーなるなるって、まあ人には言わないけど使う分にはいいわっつって、オッケーって一人獲得とか言って喜んでたわけで、その時にさ、ねあの長距離の女の子はどこ行ったのって、あの幅跳びの子はどうしてんのっつって、あのやり投げの子はどうしてんのっつって、もうセカンドを探してるわけずっと、であの子はっつって、でいやいやあの子は今大学で、あの子は今ね伊勢にいると思うよって、あの子はってこうなってたわけ、その中で、あそうだスポーツ店私勤めてんじゃんって、あそこってほらタクがお世話になった国体歌手ですっごいお世話になった、あの何々先輩いるじゃん、あの人の旦那さんがね勤めてんだよ、キンラーンって来たわけ、ねえ今電話してくれないって言った、いやよもう仕事以外は嫌って、いいじゃんお付き合いになって、あもしもし先輩お元気ですか、今ね誰か隣にいると思う、タクがいるんだよ、じゃあ変わりますねって、これ帰っていいからって言って、私嫌って言った、もうタクがいるんだよ、ちょっと変わりますね、これ帰っていいからって、10円もあるしみたいな、つって分かったわよつって、本当に今どこに高くてね、ちょっと帰りました、帰るねつって帰ったの、本当に本当に帰ったの、すごいなつって、ね先輩お久しぶりです、もういやいやもう吉川とも本当に久しぶりに会いましたねつって、先輩最近どうしてるの、えどこでどこですん、いやここから15分のところですよね、行っちゃっていいですかつって、あら来ればってことになってお邪魔したわけで、で匠陸上辞めたらしいじゃないって、そうなんですアメリカからやってきたビジネスでこれだっていうのを見つけちゃって、それで成功してるんです実はって、どういう仕事やってるのってちょっと説明していいですか、1959年って説明したら、あんた私が明日人呼んだら説明できるこれってやらせていただきますで始まったの、そっから今そこにはエグゼクティブとダイヤが一組ずつ出てますよ、これね赤い糸じゃないんです、その白い糸を赤く染めたのは俺なんです、伝わらないんです、その伝わらないものをどうしたら伝わっていくかをいつも考えてる、それ中のたくさんあった中のうまくいった例です、一個の、ねなかなかグループが伸びなくて今はファンダーズダイヤになって FM を取るようになった僕のフロントがいるんだけど、彼女が連れてくる人を連れてくる人、僕17人連続断られたことがあるの、僕がマーケをやってよ、当時僕ダイヤモンド DD でした、ちょっとスランプかなってイップス入っちゃったかなって思ったわけ、当時まずいなっつって、その時今でも覚えてるけどアフターに行っておにぎり食べた瞬間にうってなって泣いちゃったことがあるの、うまくいかないけど頑張り続ける自分に感動してというか、でもこれをやろうと決めてるのに全く近づいていかないプレッシャーもあったし、その中で本人は分かってないからね、今日の子断ったけど絶対必ずあの子はサインすると思うって、そう思う？すると思うって言いながら、しないだろうなって思ってるわけっていうか、もう二度と会えないかもしれないって思う何かを感じたりして、なかなかうまくいかないなっつって、でもそれがこの子に見えちゃったらいけないと、この子の人生が止まってしまうと思って、そんな中でたまたまポツンと入った女の子がいて、この桃子ちゃんの誕生日パーティーをやったわけで、盛り上げないとってすっごい雨を気に入ってほしいと思って一生懸命盛り立てたので朝まで盛り上がって、でもう眠いんだけど朝飯だけ食って寝るかっつってファミリーレストランに行ったら、こうやってピーピーピーって取りに来る人いるよね、オーダーをパッと見たら後輩だったの、えお前って言ったら、先輩って久しぶりって何してんのって言ったら、いやアメリカに留学してって帰ってきたばっかりなんですって、ちょっと電話番号教えてって言ったら、彼氏いますって、いやそういうんじゃなくてって言ったら彼氏とかじゃなくてっていう、で電話番号を聞いて、それから連絡を、ちょっとお茶行かないっていうところから、先輩は何やってんですかっていう、なんか BM とか乗っちゃってみたいな、いや
俺アメリカのビジネス成功してんだよねっつって、でさアムウェイって言って知ってるっつって、1959年って説明したわけ。そしたら彼女の女の子友達のチームができていくからなかなか伸びていかないわけで、めいちゃんって女の子が入ってきて、そのめいちゃんに、俺さお前が勤めてる銀行の近くのカフェで待っとくから誰かこの日連れておいでよっつって、そしたらめいちゃんが当時のカフェカランって言って入ってきたね、カランって入ってきた。パッと見たらめいちゃんがもう泣きそうな顔、わかる、すいません匠さん誰も来れませんでしたみたいな感じで、大丈夫大丈夫大丈夫、連れてこれないこともあろうにと思って、その時はサプリメントの説明の仕方を彼女に説明しようと思ってたわけ。サプリメントを説明するんじゃなくて、彼女がサプリメントが説明できるようにする、何、虎の巻作ってあげようと思って、これさえ見ながらやったらいいよっていうのをね、だから誰でもできるレベルのもの、なんか特別な人ができる説明が有料アプリだとすると、誰もができるのが無料アプリみたいな感じある、その無料アプリクラスのサプリの説明で、それをレクチャーしたわけで、これを見ながら説明したらいいかなんで、ああこれでサプリメントが友達に説明できますってなってて、ふっと思いついて、ねえアドレス帳ってあるって、ありますって、当時ほら ABC っていうところあったよね、でこのあ行から行くわけ、これ誰って言った、いやもうこの子はあんま良さそうなんですけど絶対嫌いって言ってるんですよねっつって、その子にはちょっと書いてこういうように言ってくんないっつって、ではいこの人は何って、あまだ誘ってないんです、どういうタイプって言って、分かる、こっから霊能者だよね、その人をずっと下ろしていってその人は化粧品から入りなみたいな、その子にこうやって言って、はい書いてって言って、こういうように言ってくれる、この子はその子は嫌いなんですって言うから、なんでって、同じ会社で勤めてて今残業してますけど嫌いなんですって言いたくないですって言うから、じゃあ呼んで今って言って、はい入らなくていいんでしょって言って、俺その子に説明するからね、絶対断るでしょお前がそんなに嫌いな子だったら、だけどあこうやって説明するんだなっていうのを見たらいいじゃん、ちょっと呼んでって言ったら嫌いなんですって、だから嫌いでいいからって言って本当にいいんですか、呼びますよって言って、残業してるところに電話したら本当に来たの、またカラーンと来るわね、でパッと見たらあって僕の後輩だったので、先輩みたいな、後輩みたいな感じでまあ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 、それなんでめいちゃんと一緒にいるんですかみたいな、まあまあまあそれはね一緒にねビジネスを起こそうって言ってやってんのよ俺たちって、お前もちょっと話聞かんみたいな、でところでお前何やってんの、いや銀行員でもうお金数えてますみたいな話やっててね、で1959年って説明したの、そしたら先輩私手伝ってもらえるんだったらやるってことになったので、誰かちょっと言いたい人とかいるって言ったら、次の日電話かかってきて、匠さん今日の夜来れませんかみたいな、何何で、私は飲み会で行けないんですけど銀行の辞めた先輩がなんと聞きたいって言っててご夫婦でっていう、そこまでお連れするけど私帰りますからねっつって連れてってもらって、そこへポンと置かれて帰っちゃったわけで、奥さんは お茶を入れに行ったわけで、旦那さんが腕組みしながら今日の話は一体何なんだみたいな怖いですね怖いですねっつって、もうちょっとなんかやりやすくやってもらえませんかねっつって、で奥さんがごめんなさいね今日忙しくて旦那には何も説明してなくてねっつってね、俺も聞かないといけないのかみたいな感じになってるわけで、分かりましたと、あの子の手前もあるんで30分で僕説明するんで全部録音してくださいと、録音していただいて興味があったら何度か聞いていただいて連絡していただければいいし、興味がなかったら申し訳ないけどそれ破棄してくださいっつって、じゃあ説明しますよっつってガーッと説明したので、30分バンって終わって、ということなんで帰らせていただきますっつって帰ったので、もう次の日もう頼むぜって言おうと思ってね、ああいうのはいかんわみたいなね言おうと思ったら、その子から電話いただいて、匠さん今日空いてますかって、どうしたのって、こっぴどく言われたって言ったら、まあこっぴどく言われるパターンだよねこれ、大概にしろよって話でしょ、いや昨日のあのご夫婦匠さんのテープあのあと何度も聞いて朝まで寝れなかったらしいんですってもっと詳しくお聞きしたいってことなんですけどっていうことになって、そこのグループエメラルド 4,5 組出て、ダイヤが1組いて、今回系深海っていうダイヤがそこから先出てくるの、このね赤い糸もともと白かったんです、それ赤く染めたの俺なんです、だって成功したいの俺の、なら白い糸ぐらい赤く染めますよ、伝わったんじゃないんです、なんとかして先に、なんとかしてどこかに絶対アムウェイで成功したい、自由になりたい、金銭的に豊かになりたい、自分の子供を留学させてみたい、自分ができなかった夢を自分の娘に託したい、予算さえあればと思ってる人絶対いるよ、その人のところまでアムウェイで縁結びさせていただきながら探しているってことですよね。でもこの体験こそ
僕にとっての人生であり武勇伝であり忘れたくない過去だよね。歩いてきた生きてきたっていう自分の人生なんだよね。でこの前もねこうやってマップを見るじゃない、どういうグループになってんのお前のとこって、君がいて誰々がいて誰がいてこうなってるよね、こうなってるって、この子どうなのよって、あこの子は看護婦でって言って、ちょっと呼びなよ明日って言った、いやダメなんですって言った、なんでって言った、いやそうでこうであれこうでって、なぜダメかをもうすごい上手に説明してくれるわけ。とにかく呼びなって言った、来なくていいの、今日と明日たくみさんが家に来てるからよかったら顔出さないって言うでしょ。そうすると、すいませんもっと早く説明して言ってくれたら私行けたのにって言うの。その子は残業しながら、今頃みんなは大笑いして盛り上がってんのかなと思うだけで心は動き始めるから、来なくていいからメール入れて LINE 入れて、来てるんだけど来ないって言ってみて、いやこの前も既読するでしたからねって言って送ったら、来るって言ってますって言うわけ。来るじゃんっつって、こうやってマップ見ながら10人ぐらいそういう例があってね、言ってみればって言ったら、いやその子はって言うんだけど、連絡してみると来るじゃんってなるわけ。要はね、お母さんを疑えっていう、僕はこれスピーチなんだけど、要は何かというと、人間の脳というのは異常発達したよね。だけど何ら他の動物とそこに栄養を供給していく消化器系は変わらないわけ。なのでこの大脳を全部動かしてしまうと即死するの。だから休まさないとダメなの。どう休ませてるかっていったら、記憶に頼ってるわけで、自分の人生に必要で重要度の高いところだけアンテナ立てて省エネ状態を作ってるわけでね。お母さんって急に老けるでしょ。これなんでかというと、あなた朝お母さんと喋ってると思うけど、記憶の中のアバターのお母さんと喋ってるわけだって。確認した？本当にお母さんかどうか。なんかキッチンでお味噌汁作ってる人影は絶対お母さんだと思ってるよね。こうやって見に行って、本当にお母さん？毎日確認したら徐々に老けていくんです。だけど普段ずっとおかんおかんって呼んで見てるよね。ちょうど文字盤と一緒、毎日時計の文字盤を見てるけど、じゃあ、それを見ずにして絵描いてごらん、文字盤の絵描いてごらんって描けないよね。毎日見てるけど見てないよね。それと同じようにおかんのこと毎日見てるけど見てないのよ。たまにアップデートすると急に老けるわけ。なのであなたがこうに決まってると思ってるあなたのグループ、あなたの現実、その中で記憶に頼ってて、あの人はやらないとか、あの人は動かないとか、あの人に雨を言ってもやらないっていうメモリーのところに入ってるところに宝がいっぱいあるんです。先月誘って断ったけど今月はやるかもしれない、あるよね。この前鍋見せたらいらないって言ったけど、実は明日になると鍋を催すかもしれないね。そうやっていつも確固たるものを疑っていく、そこに宝があるんですよっていうの。要はうまくいってないんじゃなくて、うまくいくようにしていないんです。これを成功者はやってないって呼ぶんです。要はうまくいかなそうな確固たる現実じゃない、それも何とかしようとしてる時にポコッとうまくいくことが起きるのね。20系列の、仲間がいますよ。だけど成功した一つ一つを見ると全部まぐれなんです。全部まぐれなんです。一つうまくいくと同じやり方をやるわけ。よしここ行ったら同じやり方やったら全部行くんじゃないって言って2匹目の土壌はいないわけ。でもまぐれが20系列も起きてしまうほど動いてると20系列が独立するっていうことなんです。要はね、こんなことがあったよ。匠さんに宣言したように2人増やして18万点やるって言ってたのができませんでした、1人増えて9万点でしたってメールもらったのね。なんて返そうかなと思って、何人に誘って1人入ったのって返してみたの。そしたら3人に誘って1人入りました。すごいうまくいってるよねこれね。それきっと彼女の頭だけど、3人誘って2人入れようとしたんだろうね。うまくいかなかった、違うの、6人を誘わないとっていう話なの。3人で1人入ったらもう3人誘ったらもう1人入るかもしれないよね彼女の場合。要はそれが頑張るっていうことであって、断ってる3人誘って2人入らなかった人をなんとか入れるっていう仕事じゃないよね。空いてるドアを探すわけで、要は閉まってるドアを開ける仕事ではないっていうことだよね。
3つのドアを触ってみたら1個開いていた。あと2つは結構ガチャガチャしたんですけど、やっぱり開きませんでした。それをガチャガチャするんじゃなくて、開いてるのを探しなさいっていうことなので、他を当たらないとダメよね、いうことだと思うんですよね。まずこれがね、人数だとしましょう。は数です、要はアムウェイって知ってるって言った数、そしてやらなくていいから聞いてねって言った数です。これ小の字書いてみてください。アムウェイ知ってる、やらなくていいから聞いてねって、私は何回今月言ったんだろう。ここが増えてこない限り人数は増えないんです。祈っててもダメ。私タクシー止めたいと思って本気で祈ってるのに、どれも止まらないんですって。止まった方がびっくりするでしょ。分かった分かったみたいな感じだよね。手を挙げた方が早いでしょね。まずこれが人数を増やす。じゃあ次、点数を上げるってことだよね。点数を上げるには製品と人が出会うことだよね。製品の情報、製品情報と製品の情報と人が出会うと、可能性としてその人が買う可能性があるってことよね。買い方には2つあって、使う、使いたくて買う人と扱う、扱いたくて買う人がいるよね。メンバーでユーザーで製品が買えればいいと思って入る人は使いたくて買ってるんだよね。でビジネスでやってる人はどの製品を自分のグループに流通させていきたいか、扱うために買ってるってことよね。この2つが違うよね。で、主に大切なことは、なるほど、そうなの、そうだよね、はあ、びっくりした、こういうフレーズが出てくるような製品説明を練習してください。で、こんなことない？ミーティングで聞いてノートを取って家に帰って、ねえおかんすごい話聞いたよ、こうでねこうでねこうなんやって俺が喋ると面白くないなって経験しない？なんであんなに面白い話がこんなに面白くない話に変えれるんだろう。なんであんなにびっくりした話が僕が喋るとびっくりしないんだろう。実は成功者はナチュラルに、自然に喋ってるけど、実は言葉を選んで並べ替えて喋ってるんですよ。実は成功者が使った言葉、成功者が話した順番で喋ると伝わるんです。なのでそれ練習しよう、それ練習しよう。そうするとあなたがコピーライティングの能力が上がっていくから、伝わる言葉が使えるようになってくる、伝わる順番で喋れるようになってくる。怖い話するときってさ、その時生暖かい風がみたいなやるよね。ぬーってやってきてみたいな、開けてはいけない、開けてはいけないと思いながらみたいな、怖いって感じじゃない。それいきなり家があってそれをガラッとやったら幽霊がいたわけって怖い怖い、あ怖くないみたいな、なんで俺が喋ると怖くないんだろうねってやってらっしゃるんです。実はわかる。なのでそれが喋れることは、これアムウェイでそのレベルを上げていくと人生のそのレベルが上がってきます。要はプレゼンテーションができないわけじゃない、それがプレゼンテーション能力が上がっていくわけなので、人生全部がうまくいくよ。例えば新幹線乗ってて切符をなくした、そして、駅員にそれはもう一度購入していただかないと困りますねって言われた時すら全く違う結果が起きてくるわけ。なので喋るの苦手なんですっていうアメリカ大統領とかいないよね、どう考えても。そこができるようになっていくと、より大統領に近づいていくってことですよ。なので、できるようになってください。あとは手間をかけるってことね。あなたが自分のグループの人に縦で喋るんじゃなくって、兄弟ラインに喋ってもらったり、他系列の人に喋ってもらったり、これを僕はボイスチェンジと呼んでますが、要は自分の喋りたいことを他系列とか兄弟ラインに喋ってもらうって大切だよねっていうことなの。なぜかというとね、インフラを使うと、インフラを使うために必ず劣化するの。グループをインフラだと呼ぶならば、自分がそれを何か利用して何か使ったりすると必ず劣化するの。なのでひと手間かけて兄弟ラインに喋ってもらう、他系列に喋ってもらうとやっていくと、もしここが劣化したもうここは劣化しないじゃん。なので丁寧に一回一回ボイスチェンジをかけていくっていうことですよね。でそれをね、面倒くさがる人がいるのね。面倒くさいよね。だっておいこうだと思わないって目の前の人に言えばいいんだもん。それをわざわざこの人とこの人の時間が合うことをセッティングしないといけないわけじゃない。これをね、
一手間二手間かけることを思いやりっていうんです。なのでその人自身が最も受け取りやすい心の状況でその情報をお渡ししていくっていうことですよね。それを丁寧に丁寧にやっていくっていうことをやっていくと製品は出やすいよ。タラッ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 タ SP ゲームってこう始まるわけ、ね、アポ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 って言うとアポキャン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 ゲームオーバーってなるわけだ、ね、今月終わってもとはいうね、こんな感じでしょ。アポ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 って言うとアポキャンアポキャンアポアポアポかかったかなみたいな、マーケティングプランってね、あなた様は喋れないのでこのボタンは使えませんって、つってインストールしてインストール経験値が足りませんつってアップラインって押すと、お僕が手伝ってもいいんだよってこう出てくるわけ。ペラ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 って喋ってフロントピポピポピポってやった、フロントついた、鍋出したら鍋、あなたは鍋を持ってないのでこのボタンはご使用できませんよ。武器買うわよね、鍋と定石買うわよ、と使用買って出るわけよね。わかる。でグループを作って点数を上げていくっていうSP ゲームなんです。ゲームに例えると急にできる、分かったみたいな人いっぱいいるよね。それを現実にリアルにやっていくといいんですよっていうことなんですよっていうことですよね。自分は CD、 この CD 絶対いいからこうときとか、絶対もうね大阪行くんやったらあそこで食べてほしいって美味しいお店とか、もしくはあの映画絶対見ときやってね、雪だるま作ろうですよ。なかなかうまく歌えないですよね。ね。あの映画見ときやってめっちゃ感動したでって喋るときに、自分はどの音色で喋ってるかチェックしとくと言うよ。自分がどの音色で喋ってるかチェックしとくと言う。それがアムウェイと同じ音色になってるかどうかすり合わせがいるよね。急にどうする今度の日曜日って言ってた友達同士が、アムウェイはうまくいってる、どうそのアムウェイの話なんけどねって急にピョーッと表現するから周りがビビるケースがあるよね。もっとナチュラルにアムウェイのことが喋れるようになった方がいいよね。自分っていいよって思ってる時、どういう音色でどういうリズムで喋ってんのかなって第三者的に自分を俯瞰してみて、それをそのテンプレートにアムウェイっていうコンテンツを入れてった方がいいよ。そうすると実はあなたはもともと伝わる人やったはずやねんね。その伝わるトーンっていうのを見つけることができるようになりますよっていうことね。続いて意識、心の話ね。心はどうやったら、アップするのかっていうことなんだけど、これもボイスチェンジを使っていくっていうことなんですよね。直接やると劣化しやすいよね。で、ここを間違えたらあかんでっていうところがあって、1分の1と10分の10と100分の100はイコールなんです。そうですよね、通分して1じゃない。でじゃあ10分の10っていう人がいるとすると、僕たちは主にこういうことをよくミスとしてやります。お前な10しかないやろ手元にって、だけどなアムやると11になったり12になったり13になったりすごないなったらと、アップライナーの 何々ダイヤの人なんてこんな生活してんねんで100やでっていう、すごいやろ、うん、ええのは分かるけど俺はいいわってなるよね。これ何かというと、人生に10求めていて10手に入れてるわけ。この人、この人は人生に100求めて100手に入れてんの。11、12、13になったらええと思わへん、確かにええと思うけど俺はええわ。なんで？溢れてるからよね。僕たちがいじらないといけないのは分子じゃなく分母なんです。その人にこんなんええやろこんなんええやろって釣ったらあかんのです。その人そうじゃなくって、その人が人生に求めるそこを広げてあげないといけないよね。だからお前は人生に対して求めてるものが足りんとか言ってもダメよ。その人が本当にうわいいなって、友達がいっぱい集まってすごいいたらいいと思えへんって言ってもなかなか動かないよね、分母は。それがね、あの友達のサプライズパーティーあんねんけど一緒に行けへん言うて、あ行く行くってどういう友達って言って来て、いやこれアムウェイやってる人で、ああまたアムウェイかいなって、今日アムウェイじゃないんで、その人の誕生日をびっくりさそういうことになってて、って俺歌うねんそこでって、歌うのっつってで行った。でそのパーティーを眺めていて、こんな仲間おったら最高やなって初めて分母は動くんです。わかる？こんな仲間おったら最高やなってなるんです。
言っとったやん、ほらアムウェイやったら友達できるって。それじゃ分子なんです、わかる？分母は動いてないです、そのフレーズじゃ。それをどうしたらその人が人生に求めるものを動かすことができるのか、人生観に影響を及ぼすことができるのか、どうしたらできると思う？こんな言葉があるよ。自分が自分に与える影響以上に他人に影響を与えることはできないって言葉があるの。自分が自分に影響を与える以上に他人に影響を与えることはできない。自分が自分を変化さす以上に他人を変化さすことはできないの。どうしたらいいか。あなたの価値観が動くことなの。あなたが変化すること。それが伝わっていくよということね。これ大きく見た場合、わかる？大きく見た場合、あなたがあなたを変化させていく。よし、今日こんなんあるから行ってこう。よし、あの人に喋ってみよう。断られたけど一個分かったことがあるって言って、あなたが経験の地を積んでいきながら、あなたがあなたを変化さす。それ以上には人には影響力を与えることができないんですよっていうことなので、いかに自分を成長させ、経験させていくかっていうのが大切だね。ね。そして情報と触れさせていきたいので、アップラインと会ってもらう、お茶をしてもらうセッティングをしてみたり、他系列の人と会ってもらったり、 DVD を一緒に見たり、 CD を聞くっていう習慣をその人に習慣化させてみたり、本を読むとかね。僕は本を書いてる立場なので本当は言いたくないんだけど、本当はね、10冊の本を読むよりも1冊の本を10回読んだ方が人生観は変わります。たくさんお金かけなくていいから、同じ DVD を10回見た方が、10個の DVD を見るより実は人生観に影響を与えていけるので、今自分が持ってる DVD でいいじゃないですか。今自分がかつて3年ぐらい前に買った本でいいじゃないですか。それを読もう。で、自分が成功したいと思っているのに本も読まずに前に進もうなんて無理な話ですよね。そんな中、カーネギーの人を動かすだけは読んだ方がいいで、カーネギーの人を動かすだけは読んだ方がいいよ。僕は衝撃的な本だったの。それを読んだ時に全く反対のことしてるやないかと。もう古い古い本だけど、日本の中で成功というものを成し遂げた人たちで読んでない人はいないんじゃないかね。カーネギーの人を動かす素晴らしい本なので、読んでみてください。そういうような情報をアップラインに聞いてみて、この DVD 絶対見た方がいいでってありませんか、この CD 絶対聞いた方がいいでっていう CD ありませんかって、それをとことん聞くの、何度も何度も。そうすると、あれ、こんなフレーズ入ってたっけっていうのが出てきます。要は1回目聞いた時に耳に残らない、心に残らないフレーズが心に引っかり引っかり始めるわけ。別に増えてるわけじゃないわけ、内容が聞くことに増えたらびっくりするよな。それってほっとくと髪の毛が伸びる博多人形と一緒やねん、それ。怖いやんな。なので、すごいって、私これが聞こえへんかったんやって、私この言葉に心が揺れなかったんだって自分の成長に驚くよ。そうやって誰様より上に行く、誰よりも早く成功したっていうので幸せにはなれんでしょう。でも、アムウェイをやらなかった私の人生とやった私の人生、こんなに違うんじゃないかなって思った時に、得も言えぬ喜びをあなた感じるんじゃないの、アムウェイの中には成功があるだけじゃなくて幸せもあるよ。なかなか仕事の成功と、人生の幸せってイコールならないよ。特に女の子そうじゃない？仕事で成功したいけど、やっぱり子供も産みたい、家庭も作りたい、でもここまで出世してきたんやから、あまりにももったいないし、私が抜けたらあの子がなるのってなってこない？そうな時に、アムウェイは成功とハピネスがほぼほぼイコールよ。どこがずれてるかってなると、それだけで2時間喋らないといけないんですよね。え、言われたことあるよ。たくみくん、女の子ってさ、仕事にガチにはまるとヒゲ生えてこへんって言われたことがあって、ヒゲ？いや、日が生えてくるよって言って、やっぱり男性ホルモンが激しくなるから髪の毛が抜けたり、日が生えてくる女の子最近増えてんねよって言って、アムウェイの女子は成功してる人は日が生えてませんよ。これすごい重要なことよ。その人が女性として成功していけるのよ。男勝りにならなくていいの、この仕事って。なぜかというと、あなたという存在がその仲間とか組織を作り得るキャラとしての何光になるからやな。素晴らしい仕事だなって僕はアムウェイのこと思うんだ。時間がないな、終わるか。最後になるけど、決める、すごく大切なことで、作業の繰り返しでは形にはなりません。決めるという、
ソフトをですね、あなたの心の中にインストールしましょう。決めないと変わらないんです。で、何を決めるの？期限です。いついつに150万でとか、いついつまでに産経独立とか、期限を決めると初めてやるべきことが浮き上がってくるんです。そしてやらなくていいことも明らかになるんです。決めてない人はやらなくていいこともやってらっしゃいます。そしてやらないといけないことを省いていたりするので、そんなものを寄せ集めたパズルの中で完成していく絵は浮かび上がってはこないですよね。決めるということはやることとやらないことが明らかになるということです。で、計画を立てます。計画を立てるとは一体何かというと、計画って恐れる人がいるんですけど、計画は最小限の努力で楽して達成するにはどうしたらいいかを編み出すのが計画です。最低限の努力でなるにはどうしたらいいか、まあ、時間がないのでここまでいけなかったけれども、150万点って考えると60万点、36万点、18万点、18万点、ちょろちょろ、これでいきます。60、36、18、18、もしくはもう一つのタイプは36万点、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 ちょろちょろ、これでいきますよね。これは麻雀の上がり手でいうとピンフっぽい、ね、こちらはチートイっぽい、ね、麻雀のルールがどうもわからないみたいですね。グループっていうハイパイをどの上がり手で上がると一番素早く上がっていけるかなっていうのを読むのです。60、36、18、18、60、36、18、こことここ入れ替えやなんて、こっちの方が60いく感じがするって、60、36、18、18、36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 、割って18、18、はい、いけちゃうんじゃないこれっていう、それでスポンサリングっていうモーパイをしていくわけですよね。カンちゃんずっぽりみたいな感じでこうやっていくわけです。わかる？なんか切らなくていいからね、アオメはね。なのでこれは36、36、36、36、36って行こうと思ってたけど、やっぱり60、36、18、18の方が分かりやすいなって、途中で目標は変えないけど計画を変えて達成していくんですよね。で、60っていうのはどうやって上がるかっていうと、60っていうのは18、18、18でもいけるし、60は36、9、9でも60に上がれるよね。わかる？36っていうのは9、9、9、9、9、3、3、3でいけるし、18、9、9でもいけるし、36は。わかる？というふうに、これが割っていく作業なんです。せんべいを。わかる？18万点は、9、3、3、私、3。これでいけるよね。わかる？というように、割っていく、いや、できることを集めると成功なんです。できないことがやらなくていいんです。なぜかというと、できないから。できることを集めて成功するわけです。成功はこうやって顕微鏡で見るとできたことの集まりなんです。なのでできないことを見つけるんじゃなくて、できたことを見つけてください。で、心のマインドセットなんですけど、思い方っていうのがあってね、トランプをハート出ろ、ハート出ろ、ハート出ろ、ハート出ろって切るとハートの出る確率上がります。しかし厄介なのはスペード出るな、スペード出るなって切るとスペードの出る確率が上がってしまうんです。で、ビジョンの持ち方として、心配性の人は心配なこと、なんで心配性かというと悪いことが起きてほしくないから心配してるわけよね。でもそのことが起きるなっていうと、そのことを呼び込んでるのと同じ状態になってしまうんです、心の中の世界では。なのでこうならんようにじゃなくて、どうなりたいかを常に置き換えていく癖を持たないと、頑張ってる割には毒ガスを撒きながら走ってる形になるんです。なので何が起きてほしいのかにフォーカスする癖を持っていくと、さらにうまくいくことが起きるでしょう。そして、決め方には深さがあってね、その決め方の浅い人と深い人がいます。で、その浅いのか深いのかというデプスはですね、本人では分かりません。どうしたら分かるか。ダイヤになりたいんだったらダイヤになっていく人とお付き合いするということです。 SP になりたいんだったら SP になっていく人とお付き合いする。その時にデプスの違いに気づきます。あかんわ、決め方がちゃうわこの人とって、ハッとなった時にあなたの中に内的変革が起きるわけ。なのでこれは僕らがやっても内的変革を起こすことできないです。あなたがその人たちに身を寄せていってハッて気づく、そのハッの中に内的な変革が起きていくっていうことね。そしてもう一つは、努力より夢中になっていこうじゃないですか。どんぐりの法則ってあるんで、これ本田健君に教えてもらったんだけど、たくみさんこれ絶対たくみさんスピーチネタにいいと思いますよっつって、何何っつって、どんぐりの法則っていうのは知ってますかって、いや知らないで、僕が作ったんです。それは知るわけないやろいう話でした。どんぐりの法則、子供がねどんぐり拾ってるわけで、
みんな縄跳びしてないってどんぐり拾おうよ、鬼ごっこしてないってどんぐり拾おうよって言うけど、だって鬼ごっこ今始めたばっかりしとか、縄跳びもおもろいかお前もやれへんって逆に誘われたりするわけで、どうするとみんながどんぐり拾うかというとね、シャニムに一人で拾うんです。でかっ、で、最高記録とか言いながら、そうするとみんなが何してんの、な、何って、いやいやこれ今日一みたいな、こっちの、うわめっちゃこっちあるとかやってると、気づくとみんなどんぐり拾ってるんです。わかる、今日も今から渋谷帰るときに誰かがこう覗き穴見てて、ブワーって覗き穴見てみ、早くあの人どけへんかなと思うよね。それを覗いてみませんか、覗いてみませんかって言われたら覗く、いやいやいやいいです言って渋谷駅に向かいますよね。あなた誰かがふわー覗いてたら覗きたいでしょ。これがね、努力より夢中なんです、どんぐりの法則。あなたがワクワクと、もうまた今日二人入ったすごいわ言うてやってるとええねんでいうことね。そうね、最後になるけどね、最後にしていいのか、最後にしようか、最後だな。これ北コンさんのメンタルマネジメント、この前最高だった。僕は明るいですって話をしてたの、コンちゃんが。でも成功したから明るいんじゃないんですって、明るいから成功したんですっていう話だったの、わかる。で元から明るい話わけじゃないと、うまくいかないからめげた、そのままやん。 A だから B、 うまくいかないからめげた、出るはずの鍋が出なくなったのでしょげたでいう話よ。そうやんね、普通やん、 A やから B。 これが A なのに C になれるかどうかです。親友に断られた、一瞬めげたけど俺が成功せな伝わへんと思って燃えたんですわ、 A だけど C でしょ。普通は A やったら B にならなかんのに C。 これがマネージメントなんです。なのでこれから今からやっていくわけやろ、結果出していくわけやろ、私やるわいう人どれくらいいる？もうすごいなこれ、夏の水難事故ぐらい手上がってますよね。ね。やるんやろ？ってことは心で決めよう。要は A やけど C、 今まで通りの心のパターンじゃなくて新しいバイパスを作って A やけど C って自分がマネージメントしたときに、あなたの人生は当然変わる。僕が頑張ったのは雨じゃないですよ、僕が頑張ったのは人生です。お前よ雨頑張ってんなって、俺が頑張ってんのは雨ちゃうで、人生やでって、うまいこと言うな、そうやって誘っとんのかいなって言われました。ちゃう言うて、俺が燃えてんのは雨じゃないでって、俺が燃えてんのは自分の未来やでって、雨っていうのを通して初めて見てん、そんな未来って燃えてんねんでって、うまいこと言うな。友達にはなかなかステージが小さすぎて伝わらんかった。ああ自転車で一生懸命バーゲン行ってる時に、お前すごいな自転車燃えてんなって言わんよね。いや違うでっつって、俺バーゲンやで燃えてんのはって、だって今立ちこぎしてたやん、確かに立ってたけど俺が燃えてんのはバーゲンって言うでしょ。僕が燃えてきたのは自分の人生なんです。なのでこの自分の人生どこまで持っていけるか、だからみんなようそこまで成功してまだやりますねって言われますね。そんなに成功しても忙しいんだったら憧れないなってどうせ思ってんでしょ、ほっといてください。だってここまで行ったら人生成功とは思ってないんですよ。アムウェイより人生の方が長いし、アムウェイより人生の方が僕は興味がある。それで何で自分の人生をやるかって時にアムウェイっていうものが素晴らしいんです。だからおすすめしたいなって思ってるね。最後になりますけど、このやる気も3日経つと何だったかよく分からなくなります。もう今日の日のことなんか忘れてるし、忘れちゃいけないっていう気持ちも忘れます。だいたい3日ね。これ何でかというと、人の未来に対するメモリーの量、メモリーの容量が3日分しかないんです。で1日生きると過去に食われていくよね、1日。そうするとだいたい3日で終わるわけだから、3日坊主っていう、いや私4日坊主ってあんまりないよね。でずっとやる気の人は1ヶ月の間に3日坊主を複数こなしています。なので、いかに自分がこの辺でやる気なくなるやろなっていうのが読めるかどうかっていうのは重要よね。
今日やる気になってるけど明後日ぐらい危険よねっていう、ここで刺激入れとく必要あるよねと、でこの辺で絶対なくなるからここで刺激入れる必要あるよねって、普通ほらマラソンやったらここで水取らなあかんよねってやるよね、いろんなとこ置いてみようとか、これものすごいものかいてんねんけどみたいなことになるから、この辺でやる気なくなるよねっていうのを呼んでいくのも自分のマネージメントの中の一つになってくると思うね。そんな中、今日の熱をあなたの深層意識に残すことができる方法があるんです。やってみたい？ご協力してくれる？せーのって言ったらね、以上って言ってほしいわけやりたくない人いるでしょ、やってくださいね、今日だけはやって、もう次からミーティング混んでいいからね今日はやってね、今日だけでいいから、せーのって言ったらね、以上って言うとなんとメモリーが保存されるんです。すごいでしょ。それがまた前から見るとね、もう本当に可愛いんです今日だけやってね、いい、もうミーティング混んでいいからね、今日だけ、せーの、ありがとうございました